はい、こんにちは、コムさんです。リバティウォークのタイプ 1.5 の続きね、やっていきたいと思います。今回はもうね、仮組みしました。仮組みしてね、今から塗装やっていきたいと思います。塗装、これ埃張ってるんですけどね、今まで見てる方はね、ご存知やと思うんですけども、これね、化粧品のやつです。はい、すいません何がすいませんなんでしょうか。こんな感じでね、で、ちょっとずれとるな。仮組みなので、まあまあ一旦バラすとかバラすんでね、こんな感じです。はい、ここはまあまあ後で黒く塗るからいいでしょう。ちょっと待ってくださいね。ああ、いいですね。はい、こんな感じでね、塗装していきたいと思います。塗装の塗料の方はね、とりあえず一回下地にね、下地中か、まあこれが塗料あれですね、ボディカラー、ボディの色になる、なりますけども、プリズムブルーグリーンガイアのね、これをガイアのこれね、溶剤で、はい、これは周期緩和タイプです。はい、ただ香料入りって感じになってますけどね、これメタリックみたいなんで、あれなんかなと思ったんですけどね、何ですか、メタリックマスターの方がええのかなと思ったんだけどね。まあ、これでやっていきたいと思います。メタリックマスターでもええみたいですね。まあまあ、もう今回これで溶剤したのでね、やっていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。ではやっていきます。はい、いつもの通りね、エッジの部分からね、はい、あ、ちょっと待ってください、マスクするの忘れました。はい、すいません、やっていきます。なんかマスクとメガネが、あ、メガネしてるんだけど、マスクとメガネドッキングしてね、メガネが曇ります。前全然見えない、ちょっと待ってください。あ、メガネ外したらすっきりしました。はい、やっていきます。すいません。頑張っていきたいと思います。エッジの部分ね、さーっとかけていきますね。コムさんね、赤系でいこうかなと思ってたんですけどね、なんかこんな感じになりましたね。そこは自由人のコムさんなんでね。はい。宇宙人じゃないですよ。自由人ですよ。はい。何を面白い、しょうもないこと言ってるんですかね。朝からね、朝なんですよ、今これ。
早朝なんですけどね、元気にやっていきたいと思いますよ。みんなね、いろいろありますけども、何がいろいろあるんだっていう話ですけどね、楽しくね楽しく、気楽にね、楽しみながら、自由に楽しみながら、何を言ってるんでしょうかね、自由に楽しみながら、遊ぼうぜと。なんかこうちょっとポツポツと気になるな、濃いのかな、きついのかな、ちょっと緩めてみよう。こんな感じだな。あとね、もうまんべんにかけていきたいと思います。かなりの色なんでね、これちゃんとかかってるのか薄いのかどうかちょっと分かりにくいんですけどね、キラ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 してるんで、これね、まんべんにねかかってればいいんですが、全部濃かったと思いますけど、はい、ちょっと朝早朝なんでね、寝ぼけてる感もありますけどね、喋りもねいつも通りというか、いつもまあまあ最近喋ってないですけどね、こんな感じですね。ですかね、リベット部分ね、はい、リベット部分もねまだちゃんと出てますし、これでいいですよね。もうちょっとこのループの部分もうちょっとだけねかけときます。こんな色になりました、コムさんの GTR、はい、ちょっとこれで乾かしたいと思います。一旦止めます。はい、続きやっていきたいと思います。さっきね紹介言うかね、言い忘れたんですけどね、この、フロントバンパー部分ね、ちょっとねここの合いが悪いんですよね、ここの中、今オーバーフェンドつけちゃってるけどね、この中ね、でちょっとこう合わしながらつけたんですけどね、このダボ多分ねちょっ
削らんでもええかったんかなっていうぐらいなんですよね。まあ、ちょっとかな、ちょっとかなっていう感じですね。削るとしてもね、そんな感じでしたね。でもちょっと隙間空いてるんですよね、もうすでにね。削らんでもいけたん違うかな。仮にさっき別のやつつけてんけど、なんかいけるような感じでした。なんかちょっとはい、結局ここ綺麗に中ね、綺麗に合いました。はい、ちょっとだけかな、なんかこう調整線なんぐらいかな。でオーバーフェンダーつけたんでね、ちょっとねここずれてるで、これ中マスキングでしか止めてないんで、ボンドしてないので、ここね、これまたサイドつけるときにここ調整してボンド止めますけども、はい、こんな感じです。コムさんとしてはそんな感じです。皆さんね、ベテランの方やっておられるのはね、どんな感じかちょっと分かんないですけどね。で結構緑青ですよね、こう光の加減でね、青く見える加減は。もうちょっとね、なんか試験的にあったのはね、もうちょっと青っぽいんかな、いやもうちょっと下地の黒が出てくるんかなと思って、結構隠れましたね、黒ね。はい、まあいいです。でね、ちょっとほんのり赤みつけようかなと思ってね、今からね、これ赤クリアレッド、クリアレッドね、赤クリアでね、クリアレッドね、これもガイアのやつ、これ1対1で、ちょっと濃いかな、まあまあこんな感じでね、ちょっとやっていきたいと思います。自由に自由に好き勝手で、ね、自由に楽しく自由に遊びましょうということでね。コムさん、自由に作っていくというかね、自由に遊んでいきたいと思いますのでね、プラモデルはね、こうでなきゃダメだっていうね方も多分おられると思うんですけどね、それはまだそれでいいと思うんですけど、決して否定はしないんですけど、はい、わこれちょっとやばいな、なんかつぶつぶ飛んでますね。そして
何をやっているんでしょうかね。斜めにラインを入れていってますね。もうね、まあ、ちょっと遊びすぎなんじゃないかなっていうぐらいのね。もうこれはね、完全オリジナルです。何にもないです。お手本もなければ、僕のただ単のね、何ですかね、こう塗ろうぐらいな感じですね。今考えながら塗ってますからね。はい。こんな感じですね。もう自由に遊んでますよ。まあね、なんだそりゃっていう感じの人もおるかもしれませんけどね。はい。いいです。はい。コムサン流 GTR 塗装ですね。もうちょっとここあれかな。なんかちょっとあれ、ね。パッと見赤いって感じかな。どうでしょうか、まともやないですね、これは。もういっそ赤のメタリックかな。こんな感じです。これで出来上がりということです。はい、変わってますね。これはもうないですね。あのね、
皆さんねかっこいいんですよ。綺麗にねかっこいいの作られてるんですよね。でねもうねないですが、その他でかっこよくしようとかねないのでね、もうオリジナルでね行こうじゃないかと。これはちょっと青みが消えちゃいましたね。緑系だけですね。青出ないですね。青出ないですけど、まあいいですわ。こんな感じで、こんな車走ってたら気持ち悪いですよね。はい、続きです。ね、あれからね、もう少しね、赤のクリアを吹き足していって、今ね、こんな感じ。ここまで来ました。全体的にね、パッと見はね、赤。赤っていうかね、レッドメタリック。メタリックレッドですかね。って感じまで仕上げてきました。で、部分的にね、緑、青、角度によったらね、青い部分に、青くっていうかパープルかな、パープルに見えますね。青に赤混ざってるんでね、パープル、緑って感じに見えます。肉眼で見てる感じはね、画像で見てる感じはまたちょっと違った感じに見えてると思うんですけどね、こんな感じ仕上がってきました。コムさんの、GTR ね、こんな感じでね行きたいと思います。これでまあデカール貼ってね仕上げていきたいと思います。もうまあ自由にね赤いところ赤くちょっと濃く赤く塗りたかったら赤く塗ってね、自由な感じで、ね、こんな感じです。まだ塗ってますね、はい、もうこんな感じでいいんじゃないかなと思うんです、ね、あんまり塗るとねもう完全に赤になっちゃうからね、このぐらいでいいんじゃないでしょうかと思ってるんですがはい、これでいきます。ではまた、さよなら。